日はセントポーリアの花を描きます。まず中央に黄色の色を塗ります。次に赤紫の色を塗りましょう。
次に葉っぱの色を塗ります。葉っぱはいきなり緑を塗るんじゃなくって、まず下地にベースの黄土色を塗っておきます。ベースの黄土色を乾かしている間に、今度は植木鉢に入ります。植木鉢の彩色に入ります。次に葉っぱの方の彩色に入ります。葉っぱは少し黄緑のような薄いグリーンで塗ります。セントポーリアの花の絵が仕上がりました。